バリグブラジル航空、バリグブラジル航空、バリグブラジル航空、以下バリグと略称は、かつてブラジルに存在していた航空会社、ブラジルのいわゆるフラッグキャリアであった。日本語では稀にバリグと書かれることがあるが、ブラジルではバリギと発音する。百二十七年創業のブラジル最古の国際航空会社、フラッグキャリアとしてかつては、 ブラジル国内のみならず、南アメリカで、長年の間最大規模も誇っていたが、ホーマン経営がたたり2005年に、会社構成法の申し立てを行い事実上倒産。2006年に分割され2社に分割され、旧、バリグの後継法人となった、フレックスリーニアス・アリアスは、その後倒産し、もう一方の、バリグブランドを引き継いだ法人、VRG。 ビーニアス・アリアスは2007年3月には格安、航空会社である、ゴル航空、ゴーと発音に買収され、社名はそのままに、経営の回復を進めていたが204年に、ブランドも消滅した。バリグの正式名称のうち、ビアス・アイエレアは、航空会社を意味し、リオ・グランデンスは、バリグの発祥、本拠地である、リオ・グランデ・ド・スル・州、リオ・グランド・ドゥ・スルノという意味で、 リオグランデの航空会社を意味する正式名称の核、頭文字から作られた、なおかつて存在していた競合相手のバスピ、ブラジル航空も同様の方式で名付けられた。この場合、サンパウロ州によって設立されたため、SP はサンパウロを意味する。倒産後に新会社である、通称シンバリング・ノバ・ベリグに移行し、正式名称もビアサ・アイエル・アリオグランデンス・エス。 A から3レターコードをそのまま取ったバーグリニアスアリアスに変更された。バリグブラジル航空の創業は1927年5月7日のポルトアレグレ商事会社にまで遡ることができる。この時ドイツ移民のオットー・エルンストマイヤーがバリグを航空会社であると戦する証明書に署名した。バリグの最初の便はリオグランデドスル州のポルトアレグレから リオグランデへの便でペロタスに途中帰港した。バリグが初めて所有した飛行機は12人乗り、3人の乗務員と9人の乗客を定員とするで、巡航速度180キロの総発水上飛行機アトランティコ級であった。これは当時最新鋭の機種の一つであった。マイヤー自身が操縦した初フライトでは乗客は彼の友人一人だけだったと言われている。 創業1年目の総乗客数はわずか652人であったが、その後は年々業績を上げていった。その後1930年代のナチス政権下のドイツとそれに対するイギリスやアメリカとの間の緊張の中で、アメリカの政治、経済的影響が強いブラジルにおいて、オット・エルンストマイヤーをはじめドイツ職が強い同社の経営環境が嫌われ、 第二次世界大戦勃発直前の1930年代後半になると、経営陣からドイツ職が一掃された。同時に、ドイツ製の機材の入れ替えも進められ、第二次世界大戦において、ブラジルの同盟国となったアメリカ製やイギリス製の機材が中心となる。そのような環境下で、バリグの最初の社員の一人であるルーベンベルタは、後にはバリグの社長となり、 発展していく会社を長年にわたって指導した。なおベルタは死去する1966年まで社長を務めた。第二次世界大戦以降は連合国の一国であり、本土に全く戦果を受けなかったブラジルの経済成長に伴い、ダグラス DC-3 やカーチスライト C-46 などで広大な国土を持つ国内線の拡張を進める。 さらに、当時の最新鋭機のダグラス DC-6 や、ロッキード L-1049 コンステレーション、ロッキード L-188 エレクトラなどを次々に導入した。これらの長距離路線にも就航できる機材を手に入れたことをきっかけに、これまで運行していたアルゼンチンやペルー、ボリビアやパラグアイなどの南アメリカ域内路線だけでなく、 旧宗四国のポルトガルを含むヨーロッパや北、アメリカ、アフリカなど西半球中に路線を広げた。1959年にはフランス製のシュドカラベルの導入によって国際線のジェット化を果たし主要路線の一つであるマイアミ経由ニューヨーク線に就航させた。さらに同時期にはボーイング七百七から百二十やダグラス d c 八から十三 コンベア990などの当時最新鋭であったジェット機を次々と導入することで南北アメリカ大陸以外への長距離国際線路線網をさらに拡大コペンハーゲンやチューリヒダカールなどへの乗り入れを開始した1961年にはブラジル政府の方針でそれまで国際線を運航していたリアル航空やパンエアドブラジルを吸収合併し 同社が運航していた、東京線やロサンゼルス線などの長距離国際線を、期体後引き継ぎで、さらに路線網を拡大した。1970年代に入ると、中短距離用ジェット機であるボーイング727や、ボーイング737を導入し、サンパウロのコンゴーニャス空港とリオデジャネイロのサントスデュモン空港の間を結ぶシャトル、 ポンテアエーレアを除くすべての主要国内線と近距離国際線の完全ジェット化を行った。なお、道路線はサントスディボン空港周辺の騒音問題と滑走路長の問題によりしばらくの間ジェットの就航が認められなかった。また、同時期にはボーイング707やボーイング727の貨物型を投入し、南アメリカ域内から東京までの超長,長距離線に、 至るまで貨物路線の充実を図った。1970年代後半には、マクドネルダグラス DC-10 から30や、ボーイング747から200などの大型アイドボディ機を次々と導入し、これらの機材をニューヨーク線やパリ線、東京線やロサンゼルス線などの工事用の長距離路線に次々と投入し、国際線における、 座席供給数を飛躍的に増加させ、これ以降 IATA による国際航空会社ランキングの20位以内に頻繁にランクされるようになった。また、同時期には国内大手のクルゼーロ航空を傘下に収め、その後吸収合併するなど、拡大路線を突き進んだ。なおこの際に同社が導入していたエアバス A300 バイト2の運行を受け継ぎ、同社にとって、 初めてのエアバス機の導入となった。経営拡大の一環として、他のフラッグキャリア同様にホテル経営を行い、ブラジル国内でトロピカルホテルリゾートという高級ホテルチェーンを経営していたほか、その後も1980年代に入ると、ブラジル国内線の地方路線を中心に運行していた航空会社2社、ビオスール航空とノルデステ航空を子会社とする。 かつては両社とも別々の会社で、独自の IATA 航空会社コードを持っていた、リオスール航空 SL、ノルデステ航空 JH が、その後は、両社運航便はすべて RG に統一されている。これらの拡大路線により、1990年代前半までは、ブラジルの国内線で1位のシェアを持っており、2位にバスピブラジル航空、3位にトランスブラジル航空と続いた。 国際線においても、オセアニアを除くすべての大陸にその路線網を広げていた。また、隣国ウルグアイのプルーナ航空、IATA 航空会社コード PL の筆頭株主でもあった。1997年5月に発足した航空連合であるスターアライアンスに同年10月26日に加盟を表明し、6番目の加盟航空会社となった。 設立メンバー、ユナイテッド航空、スカンジナビア航空、ルフトハンザドイツ航空、エアカナダ、タイ国際航空以外で参加した初めての航空会社である。加盟にあたり、同社が保有していた B747 から341にスターアライアンス塗装が施されたが、この機体の塗装は宣伝広告撮影のためだけ塗装され、わずか数日で通常塗装機へ塗り直された。 また、この時と同時に、CI 変更が実施され、ロゴを変更したほか創業以来70年以上、大きな変更がなく続いた機材の塗装も一部を除き、変更が行われた、この時に機種に付けられていたイカロスマーク消され、現在は、バリング航空博物館、工術で、現物が、機内紙、イカラの表紙でシルエットのみが見られる。その後も、社名や、国名の、 ブラジルの大きさ、位置を変更するなど数回のマイナーチェンジを行った。他、サッカーブラジル代表オフィシャルキャリア塗装や FIFA、ワールドカップの優勝記念塗装、75周年記念塗装など、多数の特別塗装を導入した。しかし、ヨハネスブルク経由香港線やバンコク線、コッペンハーゲン線など、採算の悪い長距離路線を燃料効率の悪い。 ボーイング747から400などの大型機で多数運行するほか、激しい労働組合活動による高コスト体質を改善できなかったことや、国内の感染に、タ分、ブラジル航空などのローカル航空会社や、ゴル航空などの格安航空会社が次々と参入してきたことから、2005年6月に、ブラジルにおいて、会社更生法の申し立てを行い事実上倒産、同時に、 多くの負債を持っていたアメリカにおいても申し立てを実施した。その後は再建を目指しつつ運行は継続されていたものの2006年6月には航空機のリース料が払えないことが原因で経営危機が深刻となり国際線の欠航率が6割を超えるなど苦難が続いていた。そのために工事用路線であったニューヨーク線や東京線。 パリ戦をはじめ国際線を大幅に削減し、2007年1月には南アメリカ以外への自社運行の長距離国際線はフランクフルト戦のみとなり、スターアライアンスメンバーとしての路線規模を保てなくなったため、2007年1月末でスターアライアンスから大会を余儀なくされた。なお、大株主となっていたウルグアイのプルーナ航空の株をウルグアイ政府に売却したが、 貨物部門のベリグログは TAP ポルトガル航空の子会社となっていたために規模もほぼそのままに運航を続けていた。その後の2007年3月28日に倒産の原因の一つともなった競争相手であるゴル航空に2億7500万ドルで買収された。なおゴル航空の発表によると運航は新生バリグである VRG 航空、VRG リーニアス・アリアスにより、バリグ・ブラジル航空の名義で引き続き行われることになっており、進路ごと新塗装を2007年9月に発表した。同時に今後はボーイング787やボーイング767を発注するとともに、国際線の回復を進めると発表され、同年にはパリやローマ、メキシコシティやロンドン線が回復されたほか、2008年には、 運航機材の調達に合わせて、マイアミ線やニューヨーク線などの工事用路線を中心に回復する計画と発表された。なお子会社のうち、ノルデステ航空は、ゴル航空に買収されず、名称をフレックス航空に変更して格安航空会社として再出発された。しかし、2008年5月には、フランクフルト線などいくつかの長距離国際線が運休になり、 ヨーロッパへの国際線はパリ線だけとなった。その後、同年8月には残るパリ線も運休となった。同年11月にはすべての国内線がゴル航空に統合され、バリグブラジル航空は国際線のみを運航することになると発表された。その後運航されている国際線はボゴタとカラカス、ブエノスアイです。サンティアゴでチレの4つの南アメリカ行きない路線だけと。 なった。なお2009年6月には、すべての便が、ゴル航空の便名となることが発表され、これまで使用されてきた、RG と VRG のコードは姿を消すこととなった。さらにバリングのウェブサイトは、ゴル航空のウェブサイトに統合された。なお、2010年に入り、国際線チャーターの運航を開始すると発表された、もののそれは実現せず、 その後ブラジル国内の競争が激しくなり、ゴル航空の収益も悪化したことから、2014年4月をもってバリグブラジル航空のブランドでの運航を停止すると発表した。ボーイング製航空機の顧客番号、カスタマーコードは41だった。長年ボーイング製機材を中心とした、アメリカ製の機材を中心とした構成で運航されてきており、 日本製の日本航空機製造 IS-11 はクルゼロ航空からのリース。ヨーロッパ製のエアバス A300 は、九州合併したクルゼロ航空のもの。同じブラジルでもヨーロッパ製のホッカー、オランダ製及びエアバス機を中心に構成してきた、タム、ブラジル航空とは、大敵であった。過去にはボーイング 777200200ER を、欧米、ニューヨーク、 ロンドン、パリ、アムステルダム線に導入していた。このうちの2機に75周年記念塗装が施され、バリグ創業者の名前が付けられていた。PP ベラには、オットー・マイヤー、PPVRB には、ルーベン・ベルタという名称で、2006年時点でも、塗装を戻さずに運行を続けていた。1994年6月に発足した。 入会無料のフリークエントフライヤープログラムは、スマイルズ、スマイルズと呼ばれる。親会社のゴル航空を含む、バリグブラジル航空会社以外の定型航空会社は7年12月、現在存在していなかったが、2008年10月16日より、ゴル航空便、その後エールフランス KLM オランダ航空と続き、2009年8月1日より、 アメリカン航空便による登場でもマイル加算や利用できるようになった。バリグブラジル航空の飛行マイルのほか、100社を超える提携先のホテルやレンタカー、クレジットカードの利用でもマイルを貯めることができる。なお、ビジネスクラスは25%加算マイルが増える。利用実績により、ブルー、シルバー、ゴールド、ダイヤモンドの4つの会員資格制度に分けられており、 ゴールド以上の上級会員は、エコノミークラス利用時もラウンジを使用できるほか、様々な特典が用意されていた。特典として、無償航空券や、エコノミークラスから、ビジネスクラスへのアップグレード特典などが用意、されているほか、会員はその会員資格に問わず、グアルリョス国際空港やコンゴーニャス国際空港、おける、駐車場の割引サービスも受けられた。 日本への乗り入れは1968年に、それ以前に日本路線をロッキードコンステレーションで運行していたリアル航空の路線券を引き継ぐ形で開始され、当初はボーイング707を使用し、サンパウロ発リオデジャネイロ、リマ、ロサンゼルス経由で羽田空港まで運行された。サンパウロリオデジャネイロ間は別機材による接続便での運行を。 その後、マクドネルダグラス DC-10、ボーイング747から200、マイナス300、ボーイング747から400と使用機材を変更し、最終的にリオデジャネイロより、マクドネルダグラス MD-11 で週4便、成田月、水、金土曜発、ロサンゼルス、サンパウロ経由成田国際空港に乗り入れていた。また、成田便を運行しない日は、 名古屋空港に乗り入れ、名古屋日,日、日曜発、加えて貨物便も運行していた。1985年頃までは DC-10 から 30CF などで乗り入れて、いたのが一転し、中南米発の747の341を導入したことで、欧州線の主力だった747から2リットルモバイトが、ロサンゼルス経由成田路線投入されたが、 300型が軌道に乗ったこともあって1986年11月頃からは2リットル5バイトに、変わってマイナス 341C が旅客、貨物輸送量の面などから成田乗り入れに抜擢された。マイナス400型が登場すると自主発注も行い導入したものの、リース会社へ返却したため長くは続かずマイナス 300C へで戻り MD マイナス11へと至った。 MD-11 から777から 200ER 投入の構想もあったが、撤退のため実現に至らなかった。1往復するだけで2万マイルを超える世界有数の長距離路線であり、成田と名古屋からサンパウロまで24時間の所要時間を要した。また、ブラジルから日本に戻る場合は、チェックインの時間も含めると、成田と名古屋への到着がよくよく日になるという、 ダイヤだった。古くから移民や企業進出など密接な関係がある日本と、ブラジル間の航空需要が旺盛で、高いロードファクターを記録していたこともあり、1990年代には、デイリー運航への増便を希望していたが、成田空港の発着枠制限もあり認められなかった。また、1980年代以降は、同じく日白間直行便を自社機材で、 運行していた日本航空とのコードシェア便も運行していたバリグ機材が全日本空輸がバリグと同じスターアライアンスに属すとしばらくは日本航空とのコードシェア運行を続けたものの2002年にバリグの日本路線も全日本空輸とのコードシェア便に切り替えた2004年1月18日までは名古屋空港にも週3便で乗り入れ 成田空港への4便と合わせて日本路線をベイリー運行していたが2001年9月11日に発生したアメリカ同時多発テロ以降ブラジル人にアメリカのトランジットビザ取得が義務付けられたことから乗客数が激減し名古屋線から撤退したその後同じく成田線の乗客が激減したこともありスイスの中立機経由での運行を申請したものの日本と ブラジル、スイス三国間の航空当局の間で合意に至らず実現しなかった。2005年6月の会社構成法の申し立てを受けて、不採算路線からの撤退を進めており、中立比経由線の申請却下を受けて8月には11月初旬を、めどに日本路線から撤退する方向で検討を始め、10月には2006年1月13日を、もって日本路線。 旅客便から撤退することが発表された。なお、成田空港の利用権を失わないために、旅客便の代わりに貨物便を就航させる予定で、同航空の日本支社も、旅客路線の撤退後も引き続き営業を続ける予定であったが、すべての支店を閉鎖し最終的に撤退することになった。なお、かつて成田空港に乗り入れる京成電鉄のすべての車内には、 成田空港を発着する各航空会社の一覧表が掲示されているステッカーが貼られていた。日本路線から撤退した後も現在運休中の中期をつけて発着航空会社の一つとして記載されていたが運休後発着航空会社が大きく変わったこと等により2010年現在はそのステッカーも剥がれている。コル航空に買収されるまではブラジルのフラッグキャリアで カツセレソン、サッカーブラジル代表のオフィシャルエアラインであるため、1998年度のフランス大会以降、FIFA ワールドカップ開催年には必ず特別塗装機を運行していた。この他にも1994年にイタリアで事故死した、第一ドライバーのアイルトン・セナの遺体運送や、第二次世界大戦時の大統領ジェトリオドルネレス。 バルガスからフェルナンド・エンリケ・カルーゾ前大統領まで歴代の大統領の移動に使用された実績がある。バリグは1970年以降死亡者を出した航空事故を4回起こしている。エアランキングオンラインによればバリグの安全性は最も高い A にランクされる。ランキングは1900年以降の100万フライトあたりの致命的な事故の数をもとに 累積により計算される。バリグ航空の本拠地ポルトアレグレ空港のメンテナンス地域内にバリグの歴史を集めたバリグ航空博物館ムセウ DA ベリグがある。発足当時の資料から歴代保有機材のパネル写真1950年代のフライトシミュレータなどが展示されている。屋外には過去の保有機材の一つである DC-3 が 生体保存されており、自由に客室やコックピットに入ることができる。入場料は無料だが、メンテナンス区域の警備員に身分証明書の提示と金属探知機の通過が必要。また、メンテナンス工場内の撮影は厳禁だが、DC-3 や博物館の資料に関しては撮影可能である。参考。この博物館はかつてテレビ東京の 番組ボーディング世界のエアライン内で紹介された DVD ボーディング世界のエアラインボリューム9にも収録。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。